福岡県は今日、新型コロナウイルスの感染者を新たに874人確認したと発表しました。前の週の同じ曜日を2日連続で下回っています。新規感染者の内訳は福岡市で249人、北九州市で131人久留米市で53人県が管轄する。その他の地域で422人となっています。 一日あたりの新規感染者数は874人で、前の週の同じ曜日を2日連続で下回っています。また、80代の男性一人の死亡が確認されています。最新の病床使用率は10.9%、重症病床使用率は1.3%と、いずれも前の日に比べ減っています。佐賀県では、今日新たに206人の新規感染者が確認されました。